皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は皆さんにご報告です。私のチャンネル渡辺亮写真とカメラのレッスンチャンネルの登録者様がこの度1万人を超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい本当にありがたい限りでございます。1万人って言ったらね、大変ですね。今もう絶対密だからみんなには会えない人数なのでちょっと想像もつかないんですけど、ね、すごいいいですよね。びっくりです。自分でもなんて言うと思ってたんだっけ。まあ私はなんでこのチャンネルをやってるかっていうと、なんか私自身がもうすごい写真がうまいとかすごい知識が豊富とかなんかめっちゃできることがあるっていうわけでは全然なくて、写真を仕事として生活はしているものの、なんかできることとか知識とか結構限られている方なんですけど、でもやっぱり写真を撮ることですごく私自身なんだろう、人生がすごくねいいことがたくさんあったなというか、いい影響がたくさんあったなと思っていて、まあもちろんね写真を撮ることが楽しくてそれを仕事にできたっていうこともいいことなんですけど、やっぱりね私が一番本当は伝えたいのはなんかね考え方の方なんですよ。そう、写真ってやっぱりそのまあいろんな撮り方があっていろんな表現方法があって、それによってこう見てもらう人にねいろんなこう気持ちになってもらえたり、まあ、喜んでもらえたりするものだと思うんですけど、なんかそういう自由に表現をすることができるものだと思うんですけど、なんかそういう風に写真を楽しめるようになってくると結構その人生全体的にねこうなんかもうちょっと好きにやったらいいじゃんみたいに思えるようになることが増えたりしていて、だからまあ写真のことをお伝えしたいんですけど、まあ、写真に限らずいい影響ですよね。前向きになれるというかポジティブでクリエイティブになれることを私なりにシェアできたらいいなっていうのが一番あってやっております。まあなので、まあ、私にできることっていうのは本当にかなり限られてはいるんですけれども、まあ、限られているけど決してゼロではないと思っていて、このねもう私なんてダメだっていうことではなくて、まあ私なりにできることをやることでやっぱり楽しんでくださる人もきっといらっしゃると思うので、これからもそういう少しでもなんか、まあ、写真とかカメラを意外とこうすれば撮れるんだ楽しいじゃんみたいにねこう思ってくれる人が本当に増えたらいいなという思いでやっているので、その気持ちを変えずに今後とも頑張っていけたらいいなと思います。なのでぜひ引き続き応援していただけると嬉しいです。ということで今日はあれなんですよ、たまたま泊まりに来ていました。千葉県の南の方に今いるんですけど、暑いですね。もうすごい暑いんで、なんか外にいたらすぐバテそうなんで今日は早々に撤収したいと思います。本当は写真撮ろうと思ってたけど今日はちょっとダメかもしれないですね。ということで今後ともよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバーイ。